今日はいろんなことがあったな。クラス替えがあって、先輩たちとも話して、練習もして、かなでさんたちにも会って。私は星野さんや星野さんの周りの人たちみたいに、目標に向かって前向きに努力ができてるっていうわけじゃないけど、でも今の話を聞いて、できることを頑張っていこうって思ったよ。かなでさん、なんでああ思ったんだろう。いつか？あ、ミク。ぼーっとしちゃっててごめんね。今日のこといろいろ思い出してて。今日はいろんなことがあったもんね。おかげですごく楽しかったよ。新学期の学校のことも知れたし、いちかの知り合いもたくさん見れたし。それに、かなでさんって人が、いちかから力をもらうところも見れたしね。え？ほら、言ってたでしょ？いちかの話を聞いたら、頑張ろうって気持ちになったって。それってきっと、みんなの姿が、いちかに力をくれたみたいに、いちかがかなでさんに、力をあげられたからだって思うんだ。あ。そういうのって、ちょっとずつ、つながってるのかもしれないね。誰かが一生懸命頑張ってる姿に、応援したいとか、私も頑張りたいとか、負けてられないとか、いろんな気持ちが湧いてきて、その人が頑張ると、また違う誰かが同じように思って、なんだか素敵だね。自分も気づかないうちに、ちょっとずつ誰かの力になってるなんてさ。誰かの力に。だったら嬉しいな。でも、もしそうなら、やっぱり私は自分の音楽で誰かの背中を押したいな。え？言葉や態度で誰かの力になれるのも嬉しいけど、私はその思いを音楽に乗せたいって思うから。そうだね。きっと、いちかならできるよ。うん。ありがとう、ミク。よし。それじゃあ、夕ご飯まで自主練。頑張ろう。あ、じゃあ、世界でやるのはどう？私も演奏したいし。え、いいの？じゃあ、お言葉に甘えて行かせてもらおうかな。オッケー。それじゃ、あっちで先に用意してるよ。あ、ちょっと待って。大事なことを言い忘れてた。ん？ミク、今日もありがとう。改めて、これからも、よろしくお願いします。こちらこそ、よろしく、いちか。今日は、学年が上がって、クラスが変わるだけの日だって思ってた。だけど、ミクのおかげで、いろんなことに気づけたな。今日は特別な日なんだって思って、いろんなことを感じようとしてみて、よかった。おかげでまた一歩、しっかり前に進めるような気がする。2年生も頑張ろう。